魯山人はね、やっぱり亡くなってから漫画の影響で、美味しん坊ですか、あの影響でなんかかなりイメージがあれしましたけど、うちらのおじいちゃんは大嫌いでね、よう喧嘩してました。帽子もね、ソフトもね、ブサリーノのね、まあ、アレキサンダラの1番とか2番とかね、いわゆるあの当時のステッドソンとかね、このウズラの骨を叩くところをこうお見せしたわけですね。それをがね、チャップリンの自伝に書いてありますね。どんだよ。創業者の一代目、はい、その方がものすごくお偉かったんですかね。まあ、あの自分ですから学校は出ておりませんのですけどね、まそれは9歳から行ってはるんあ、ですかね。学校は で、まあ、ですから、いわゆる、まあ、学校は出ておりませんけども、やっぱり一芸に秀でたところはいや、器用ございだっましたたんんででしすょう、ね。やっぱり。ですから、まあ、その一流のね、先生方を目の前にして、それこそ私が後継いだ時にはもうおじいちゃんの話をね、毎月会がございましてね、吉川晃治郎先生という漢文の先生、今西錦司先生、それから貝塚茂樹先生、桑原武夫先生ね、河野健二先生ね、それから、あと生島良一先生で、それと、多田道太郎先生で、理系で別に湯川先生、湯川秀樹先生がずっとこのメンバーで、で一番お若手がこの間亡くなった杉本秀太郎先生ね、はい、一番お若手が。でそれで梅原武先生と、オブザーバーがこの梅原武先生と司馬遼太郎先生でして、この10人で毎月会がございまして、私帰った時に湯川先生亡くなってました、半年前にね。その面々でいかに私が着いた時にお宅のあんたのおじいちゃんの包丁が冴えてたというのとね、遠い側面だったという話を、もう桑原先生なんかもうちにおいないって言わはってずっと聞かされてました。まあ、その先生方にまずいって言われたら、しゃあ、そうすいそませんっていう感じですよな。う、いや、ほんま大先生でした。吉川晃治郎先生が筆頭でね、色紙を書いていただいて、私は書いてきた時に「浜作主家」、漢文で難しいから分かりませんやけど、ダーッと連名で、最後が司馬遼太郎先生でした。でそれ今でも大事にしてますけどね。でその次の日、それがその私帰ってきた日で、私は26ぐらいで兵庭さんで修行して、まあ一応大学行ってから行きましたんでね。でそれで帰ってきて、2日目に小林秀夫先生が来はったんですよ。で私の大学受験の問題が、小林国語秀夫の、先生なのるほど、なる現代国語の無常にほついど。てについての先生が来はったんで、もう私もビビりまして、怖い、まあ、怖いっていうのは聞いてましたんでね。で小林秀夫先生がこう座らはって、で親父が「前ちょっと紹介して」、そしたら「こう後継ぎです」って言ったら「あ、そう」って言わはって、でなんか切ろうとしたら「君が切るのかね」とおっしゃって、で「はい」って私が申し上げたら「あ、そう」と言わはったんですよ。でまあ気に入らんのでしょうな、その私が切るのが親父と違うて、でも何もおっしゃらんと「あ、そう」って言って食べはったの覚えてます。よう何でも覚えてありますね、いや、昔そのれこはと。もう小林秀夫先生もね、もうその帰ってそのすぐ来られたから、ものすごい白洲二郎先生も来はって、途中で帰らはりましたね。私が立って紹介しただけで、なんか途中で帰らはった、気に入らなかったんです気にか？入らなかったんでしょうね。で親父が追いかけ、私が追いかけた、なんか言ったら「追いかけまた来はる」って言って、あの先生追いかけたらあかんやという、その何かが
そこものすごいいわゆる京都弁でいういらちなんです、ね、あせっかち、あの椅子も半分腰掛けて、もういつでも帰れる段取りで店が、まあ、そういうようなのが板前割烹で、次行こうとおっしゃる、なんか考えてはるのか知りませんけど、なるほど、そういう方が多かったですよ、いらちが、もうそういう方がもう毎日行きはりましたんで、私もノイローゼみたいになりました。お話伺ってたあれですね、そのいわゆる懐石よりも、はい、もっとこう客中心という感じですね。そうですね、あのもうそれからお好きなおっしゃって、それをさっとやって出すわけですから、あのタイ3枚とか、うん、ね、もうでタイはあの薄く切らないといけないとか、好みがね、うん、皆さんこう頭に入ってないと務まらない。ちなみにね、はい、ちなみにまたこの森川さんの面白いと言って失礼ですけれども、はい、蝶ネクタイの愛好家で、あ、そうそう、ね、お二人とも蝶ネクタイ で、あの以前は日本蝶ネクタイ協会の会長が、ね、されたでしょ。この蝶ネクタイとのご縁は、あのやはりあの、まあ、料理人ですので、うん、はい、あのまあまあ、私が言うのもなんですけど、清潔でないといけませんですよね、うん、それであのやっぱりちゃ皆さんその頃のお客様はもうちゃんとしてきはったわけです、うん、先生も必ず上着着て、あの大社長もちゃんと上着着て、やっぱりそれでしばらくお調子の1本でも2本でも出ましたら、上着を お召し物っていうと上着を取りして、それでもベストを必ずあのいわゆるシャツだけではないベストを着て上着をお取りになるというスタイルがございましたでしょ。あ、こうちゃんもそうじゃないですか、いつも絶対ベストでこう、うん、シャツのままではないと、あそういう方ばっかりだったんで、私もちゃんとカップを着てネクタイを始め締めたんですけども、まあ私はサラリーマンやございませんでね、うん、でその頃はまだね蝶ネクタイの方かなりおいでになったんです、うん、あのいわゆるどういうのか品のええご老人でね、こう皆さんで、あ、蝶ネクタイが私なんか知らんけど学生の頃からね、うん、好きでございましてね、で蝶ネクタイって失礼ではないですし、私もちゃんとやっぱりしようと思って蝶ネクタイを手結び で先生もずっとお見かけしても必ず蝶ネクタイですしね、そうですね、でなんかやっぱり場は和みますし、華やかさはあるんですけども失礼ではないというのをやっぱり割烹着にこう上手から結ぶと非常に落ち着きますんですね、そういう感じはございます。そうですね、はい、なんかこうちゃんが寒そうなのでちょっと締めましょうか。こないだはしびれ切れそうになってたからお椅子にしたんですけれども、そうなの。いやこの方が楽ですね。でもこのまた叩くが立派でびっくりします。いやあのあれですよ、河野梅霊のあの、ね、お正月しか出てこないイザナミイザナギのお軸、立派な軸で、ちょうど幕末からね明治の時代に活躍された方ですけれども、はい、まあ浜崎さんもすごいものがいっぱい美術館のようになっていますけど、うちらはもういわゆる昭和になってからの、話でございます、ね、いやそれとやっぱりその魯山人の器とか、うん、器もすごいたくさんねえ、魯山人はねやっぱり亡くなってから漫画の影響で、うん、おいしん坊ですか、あ、あの影響でなんかかなりイメージがあれしましたけど、ね、うちらのおじいちゃんは大嫌いでね、よう喧嘩してました、うん、そうですか。いわゆる陶芸家でもなし、うん、料理人でもなしというので、うん、まあ、皆さんお客様が今で言う時代に追ってたのかも分かりませんけどね、お客様はみんな美食クラブね、美食クラブやらでスポンサー要件集めてというなさってたんで、まあでもなかなか昔のものを写しで作ったセンスの良さはね
料理は盛りやすいですね、はい、いやまあお正月やからね出してるんです。これを31日から1日までしか本当は出さないお肉なんですけど、今日はちょっと出してるんですけれども、どんだよ。しかしこの峰子さんのところみたいなこの古くて大きなお家でお正月の準備するって大変でしょう。大変でした。同志社の学生が9人手伝いして本当来てくれたんですよ、うん、出ないともうできないですね本当に。でもやっぱり京都のねこういうのは残しになるあれはご立派でございます。いえいえとんでもないです。もう浜崎さんのところまたご飯でも行かないといけませんね。予約は取れません。予約は取れません。そうですよ本当に。あの予約の際は0120とんでもないです本当。でもまあ、あの3代も続かれて、でも料理になるのって嫌なことなかったんですか。いや私もだあの大嫌いで、うん、いやそんなね大嫌い、大嫌いって言ったら なんか語弊ございますけどね、うん、あのどういうんですか、まあね、なんか運命があるとそれに逆らいたくない。いやこれだからあの創業の祖父の長男のおじは全く別の方へ行って映画監督になって、最後は慶応の先生教授になりましたんですけどね、全くそういう決対なあの系統がございまして、私もこれ番屋燃えず親父が亡くなりましたんで、うん、後継ぎましたけども、うん、うちの場合はあのこう主人というよりもこう料理長もしなきませんので、うん、目の前に立ってそれこそお作り切らなあかんので、うん、あの当主というので料理長を作ってやるとこなら別にいわゆる経営者としてね、やればよろしいですけど、板場をしなきませんのでね、うん、これはなかなかやっぱりこうお魚をこう鯛切るのはよろしいんですよ、うん、だけどこの鯛のこのこう内臓とかを取るのが私らもう嫌でね、生臭くなるので、うん、まあ、私はもう生臭いのが一番嫌いなんですよ。俺教室でも言うてんですけどね、でもまあ嫌いな人がやる方があの生臭くないもんが出ますね、うん、ええ、もうあの板場してない、うん、でもううちのおじいちゃんも もちろん9つからで職人でしたけども、終わりますと、うん、あの向かいの家でちゃんとお風呂入りましたね、うん、もうお風呂入ってそれでちゃんと三つ揃え来て、うん、あのネクタイしてステッキ持って、うん、あのボルサリーノの帽子かぶって、うん、あの昔ダンスがダンスが流行った頃で、うん、あの今のあの九条屋のとこに東山ダンスホールという東洋一のダンスホールがございましてね、そこへ毎日行ってたんですよ、うん、ぐらいなんかシャレた方でした。あの頃はあのそういうようなのが流行ったんでしょうね。ですからもういわゆるその料理人をもうそこで切ってしまうという感じでやっておりましたんですね。ですからあのその子のおじいちゃんのこう片身のいっぱい品物がね、今でもあの蝶ネクタイもあのメーカー見るとタンブル&アッサーとかね、おじい様の頃からじゃあ蝶ネクタイもね。そうなんですね。であの帽子もね、ソフトもね、ブサリーノのね、まあ、アレキソンダラの1番とか2番とかね、うん、あのいわゆるあの当時のステッドソンとかね、うん、あのボーラーハットはジェームスロックのまであります。でそれをね、亡くなった時に桑原先生が、うん、あの片身でね、うん、あの親父がね差し上げたやつをね、必ずうちに来る時は、うん、あのステッドソンのねソフトをかぶってお越しになって、必ず見せて、これあんたのおじいさんの片身やでって言って先生おっしゃった、今でも覚えてます。それいうね、やっぱりそういう付き合いをね、あのするのはカウンターで直にね、あの料亭の主人ですと最後の ね、お見送りしか喋れませんで、あとはおかみさんでございますので、ね、うん、そうです、はい、あのおかみの仕事があの接待ですけど、うちの場合は主人が直接先生にこうお話できますのでね、それがいろんなあの交流を生んだりね、あの
映画のチャップリンも目の前でやるので、あの当時だからもうロンドンにもハリウッドにもなかったんですよ、その前でお料理をするっていうの。それで松竹の白井松次郎会長がお連れになって、それでうち前でこのうずらの骨を叩くところをこうお見せしたわけですね。それがね、チャップリンの自伝に書いてありますね。でビバリーヒルズにお帰りになってから、お隣のダグラス・フェアバンクスとメアリー・ピックフォードにね、その旨を言うて、その2年後にダグラス・フェアバンクスとメアリー・ピックフォードが新婚旅行の時にうち来ました。すごい。チャップリンの紹介でということとかね、そんなことも昔をそれずっと菊池寛先生がね、映画の雑誌をお作りになってた、でそれの編集者になった、昔テレビを出るのって小森さんってね、はいはい、小森のおばちゃんはね、あの人がそうですからね、あの人が菊池寛のあれでなさってたんで、あの人もそれからずっといろんなリズ・テイラーの時もね、カトリーヌ・ドヌーブもソフィア・ローレンもみんな連れてきはりました、ええ、そうなんですか。で残ってんのはローマの休日のね時にヘップバーン来なかったんですよ、飛行機が嫌いで、それでグレゴリー・ペックとウィリアム・ワイラーはうち来てますので、はい、それでその時新藤兼人と吉村幸三郎がこう上でうちのフグを食べはったんですね。それが新藤兼人の本に載っております。ウィリアム・ワイラー監督とグレゴリー・ペックで、肝心のヘップバーン来なかったって書いてありますけど、でもその料理が嫌いだった対象をして、はい、それでそれが好きになっていくのは、やっぱりそういう方とのお出会いが、いや、それはね、やっぱりそれ日本で最初ということでね、男私一人ですのでね、まあ私 NHK でアルバイトしてたんですけど、学生の頃は、まあ、NHK の職員に何のもよろしいんですけども、まあせっかくこれこういう家がここなんで、まあやってみようかということは、親父があと3年って言われましたんです、がんでね。でそれがちょうどうちのお客様が主治医で、京大学部の先生でしたんですけどね。でそれがお電話いただいて、私にで、お宅は跡取りやから言うときますと、お母さんやお姉さんには内緒ですとおっしゃって、であんたが決めはったらどうですかと、で次にあったら段取りがいるからと、それで私氷堤さんへ鍋洗いの修行に行って、いや偉いことございません。でもうそれで1日で決めましたんでね、であとはもう後戻りできませんでしたですね。その当時はハワイもやってましたし、ボストンもやってたし、あ、そう、海外にね、いろいろ出して、親父はね、もう出すのが好きでね、いっぱいやってましたんです。宮古ホテルもね、宮古ホテルもね、ね、ウェスティンになるまではやってました、ね、まあ、あれもみんなオーナー社長の宮古ホテルは近鉄の佐伯会長と日本生命の広瀬会長に呼ばれて、親父が行って東京オリンピックまでにね、ホテルは洋食しかしてないから、なるほど、東京オリンピックの時に和食を絶対に外人に出さなあかんとおっしゃって、宮古ホテルで出したんです。昭和36年ですね。海外の方はどうなったの？海外はハワイ の, マウイ島のグランドハイアットで、バブルの時ですからね。その前はボストンのリッツ・カールトンに日米協会がね、あ、日米協会の会長さんで、今京都のね、京都の日米協会、日米協会、当時から89年ぐらいですね、ですから私が帰ってきてすぐ25、6の時かな。でそれで行って、宝岩総領事という総領事でした。あ、宝岩さん、後に外務、はい、事務次官されました、はいはい、宝岩さんがボストンの総領事でね、名前出したあれかな、有名な浜田真紀子女子がね、はあはあ、
ハーバードへ留学したはったところです。でエドワード・ケネディがね、あの日米協会の会長やったかな、でテープカットに来てくれはりました。で、あの半年だけやったんですよね、ボストンで。のボストンのリッツ・カールトンのメインダイニングで、あの京都市と今田辺市長の時です、市長がだいぶ前の時で、それ行かれてたんですか？行ったんですよ、半年行ってました、ね、で、あのボストンと京都市の姉妹都市20年か30年この間50周年やりましたんですよ。あ、そうですね、だから20年かな、なるほど、20年の記念で日米協会で呼ばれて、とにかくやってくれって言って、うん、メインダイニングを改造して、うん、半年間だけやりました。どんだよ。一代目さんのお話は聞いたし、でも おじいさまはいつ頃お亡くなりになったんですか？昭和50年ですね。あ、はい、昭和50年ですね。じゃあ本当にあれですわな、まあ、戦争を挟んでいたとはいえ、はい、あの大阪があのおっしゃるように大正の終わりぐらいってね、大阪の人口の方が東京より多かった時期だね、はい、関東大震災、はい、そうですね、だから本当に関西が景気が良くて、はい、いい時代を生き抜かれた感じですね、おじさま。おっしゃる通りです ね大大阪の頃でね、だから京都がこうやってもうなんていうのか、ちょっとこうおとなしくなったのは、あの大阪が、大阪神戸のお客様があの亡くなって東京のお客様がお越しになります。で関西の中でこう、あ、まあ昔から大阪でお商売してお金儲けして、ね、で、ね、あの阪神館に邸宅を構えて、うん、で京都でこうどういうのかこう わさびのね、うん、というモデルがなくなって、うん、京都は東京の方は京都お好きなので、うん、今でももう大気をお越しになりますけど、大阪の大大阪の力がなくなったのが、ね、なるほど、大きいですね、関西財界がね、うん、そうですね、まあ、皆さんあの個性のある大社長が多くございましたしね、まあ、そういう方々がいらっしゃるのに予約でいっぱいやったら起きませんもんね。いや、まあ、だから断れないお客様でございますでしょ、そんな、そのですから、あのいわゆるこう電話かけてとかネットでこうというの、どんなお方がお越しになるかわからないので、やっぱりこう長年お越しになってお好みが分かって、その当然私お好き嫌いはあると思います、お好み、うん、でお好き嫌いに沿っていくのが顧客商売でございましてね、うん、あのそれこそあのロンドンのテーラーと一緒で、そうですね、あの一着目作ってもやっぱり窮屈なんですよね、うん、そのうち二着目三着目、まあ、お着物でもそうやと思いますけども、あのそれのうちにだんだんと、うん、の追ってくるというのが顧客商売で、まあ、京都は昔からそのオーダーのね顧客商売がいっぱいあったんですよね。これをやっぱりこう復興していくというんですかね、あの富裕層の方はいっぱいおいでになるんですから、あのそれを京都のこのオーダーメイドのいわゆる一番ハイエンドがね、こうカチッとこう合うたらよろしいんやけど、うん、これがやっぱりなかなか合わないんですよね、とっつきにくいっていうんですかね。でそこがやっぱり京都のこの老舗商売のこれからの課題で、そうですね、はい、昔のいいところをね取り戻してくれないといけませんよね、はい、あのちゃんとシステムとしてあったんですよね、そのハイエンドのオーダーのシステムは、うん、京都に何でも、例えばこういうこんな家具にしても、あの室内にしても全部オーダーですから ね、こちらの家なんか全部オーダーですもん、あのいわゆる既製品なんか一つもないわけ で今もう既製品はどん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 安いんですよね、オーダーするともうその2年かかるとかね、でべらぼうな値段がするというようになりましてね、あのそれもねやっぱりあのイギリスなんかでもやっぱり先生もこのファッションね、いつも
独特のね、あのちゃんとしたトラディションでね、いつも私拝見してね、一番この文化人、文化人って失礼でございますが、センスの中で一番おしゃれでございますね。そうですね、本当に。あの先生独特の世界が終わりで、あの私がね覚えてる先生でねおしゃれだったのはね、あの高橋義孝先生という方がドイツ文学者でね、独協の先生でしたけどね、でこの蝶ネクタイとオムレツというエッセイを書いておられる、この先生ぜひお読みください。あの紳士の痩せ我慢というのとね、ドイツ語の先生でしたけど、いつも必ず蝶ネクタイで、その蝶ネクタイのところにね、手結びの蝶ネクタイは必ずね、あのシンメトリーでは野暮って書いてあるんです。なるほど。ちょっとずらすんですよね。なるほど。おしゃれの真髄ですね。あのそういう蝶ネクタイはね、その高橋義孝先生とか、着物ですとね、池田弥三郎先生ね、あの銀座の池田弥三郎ね、慶応の先生、あの先生もいつもあのホテルに泊まって着流しで来はりましたけどね、江戸っ子でね、あの非常にあの江戸っ子で楽しいお方でした。池田弥三郎で僕は思い出しましたけど、はい、エッセイで書いておられてね、はい、ご夫婦であの方々なんだかな、新婚旅行に行けなかったんですね、はい、若い時にね、なんか事情があって、はい、で年取ってから還暦を超えた頃に、まあ、新婚旅行の真似事でもっていうのでね、福島かどっかの温泉に行かれて、はい、でお泊まりになって、じゃあちょっと庭でも散歩しようって言ったら、あのこう下駄出してくれますよね、うん、したら店の人が、はい、じいさんばあさんお出かけって言ってね、で帰ってきたらまたね、じいさんばあさんお帰りって言うからね、池田弥三郎が最後ムッとしてね、さあ確かに俺たちはじいさんばあさんだけども、客に向かってじいさんばあさんって失礼じゃないかって言ったら、福島で名前あってて13番さんだったね。親の番号が13番さんあ、なるほど、なるほどね、そうでしょうな、あのアクセントが、うん、しかし昔のあれですね、あの学者、あの出版社もそうですけど、昔の学者さんはお金持ちでしたな、やっぱ本が先生売れたんでしょう ね、ですからうちにマル秘リストがございましてね、この先生方はキャハってもお勘定いただかないと、全部出版社回してくれと。なるほどなるほど。で、まあ、先ほど挙げた兄弟の先生方は岩波さんで、なるほど、谷崎潤一郎先生は中央高、中央高論、川端先生や井上靖先生や新潮社でしたね。もし私が受かったらその時は飛んだよというふうに言っていただきましたら。いやそれはもうあのね、先生があの料理屋来はってお勘定を払いに回す方が野暮ですね。いやこれはね、例えばあの先生方はあのやっぱり学問をなさってるわけですから、それ料理屋がそのちゃんと請求書を回したらこれ野暮なんですよ。いや本当にそういう料理屋が少なくなりましたけどね、あのそれはね、あの私が後継いでからも母親や親父の申し送りとしてね、あのまあもちろん川端先生は亡くなってましたけどね、うち看板書いていただきました、琴の味日本の味浜作と、あのノーベル賞をもらえた時に、でそんなことはそういうことでお返しいただくわけで、長年その一回もお勘定っていただいたことないです。で言うて新潮社に回した覚えもないので、あの昔の映画監督でもみんなそんな堂々とあのお越しになってましたね。あの藤原芳恵っていうオペラ歌手、あの日本のオペラのね草掛けで、あの方は帝国ホテルに二十何年泊まってはったんですよ、うん、で一回もお勘定払うとはらへん、好きなもんそれも高いもんばかりワインも飲んでね、でその当時だから20年ぐらい経って、そのいわゆる帝国ホテルも昔の帝国ホテルよりも近代化されたので、ね、いわゆるその決算書に上がりますでしょ、うん、あの未収金として、うん、でそれを大倉喜一郎な当時7億円ぐらいあったらしいです、はい、でそれをあの大倉喜一郎、うん、オーナーの大倉喜一郎がもうええって言わはったらしいです、う
それで決算書どう測ったか知りませんけど消えたらしいですけどね、しかし7億円飲み食いしようと思って大変ですよ ね、 ね、 だ、 からねだからいわゆるそのお金じゃ払うたらへんからって言ってこうせこせこしない、うん、堂々と一番高いものを食べはるというであのシャリアピンステーキなんかね、あとかどこ行っても藤原芳恵先生というのはお金を払わへんけど一番のお客でしたよね。 ああいう風になったら大したもんですよね。すごいね、やっぱりあの先生も堂々とこれからどこで浮きになってもね、あの それはねやっぱり料理屋の器量というものでね、あのあまた回しときますって言って回さへんのが普通ですよ。すごいなと思います。帝国ホテルのおもてなしっていう本があるぐらいですから、はい、やっぱりおもてなしのね、やっぱりねオーナー社長が今はおいでにならないのでね、うん、それができないんですよ、うん、あのいわゆる税理士さんがいろいろ言わはるわけですよ、うん、こんなことしたらあきませんとかね、うん、あのでうちのお客さんでね、まあ、これもこれ猿大社長でしたけどね、あのその日はなんかその年がなんかもう一つ振るわなかったの、うん、でまあ税理士の公認会計士の先生と来てはって、あの、まあ、ちょっと用意が入って、うん、社長今年はもうその祇園町とかね、うん、こういうあのこういうとこはねもうちょっとあのおとなしいしてくださいって言われたら立ち上がって怒らはって、すごい、あの祇園町とかね、うん、あの料理屋へ来てとか芸妓衆あげるぐらいで潰れる会社やったら明日潰した方がいいって言われたんです、うん、一番無駄なのはこのいわゆるあのあんたの報酬やって言って、うん、すぐクビにしはったぐらい、あでそれは私ね 5人も10人も聞いてます。そういうそのもうそういう感じの社長、一番無駄なそんなもん祇園町の払いぐらいで潰れる会社やったら明日潰した方がいいって言われたからね、うん、このセリフはねみんな言わはります、うん、だからあのそういうもんやなというのが私らは思ってますけども、うん、今はまた違う時代になって、うんね、あの自分の人たちはやっぱり戦前の人たちですわ、うん、あのそんなんやったら潰した方がいいって言われたんは、その今社長が潰すわけにいきませんでしょね、そうですね、だからやっぱりオーナー社長のね心意気もねああいうもんでした、ねね、でも時代がどんどん変わってきてね、ねえ、うん、面白いお話を今日は聞かせていただきました。いやいやもう勝手なこと申し上げまして、いやいやありがとうございます。ありがとうございます。恐れ入りました。どんだよ今日はまた楽しいお話でしたけれども、どう感じましたか。いや私ねその、はい、いろんな学者の先生方のお名前とか、はい、うん、それからあの映画監督のお名前とか、うん、作家のお名前とか本当に懐かしい名前をたくさん、ね、伺いました。あのためになりました。ねえ森川さんは本当物知りでいらっしゃるからね、うん、もうでも映画評論家ですか。それもう一つもね、うん、僕はあのお話の中で感銘を受けたのは、うん、その料理屋の仕事の8割は掃除だっておっしゃった、うん、やっぱり物事を段取りとか見えないところがね、見えないところがね、どれだけしっかりやってるかっていうのはねプロの違いですよね。やっぱりね隅々ピカッとしてましたら行っても気持ちいいもんね、うんうん、いや本日は本当に楽しいお話でしたね。またそしたら良いお年をお迎えくださいますように。いや迎えたの年。あそうか。そうか。そしたらどうしましょう。私大吉だったんですけど今年いいことがありますよう に、 ように皆様にもどうぞまたよろしくお願いいたします。どんだよ。